と待て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 、見ないで。オッケー、来た。仏壇の方だったよ。せー、高いよ、高いよ。入った。やっぱ人のライブの方が楽だな。これ何言ってもいいよ。ん？俺のインスタライブ、誰かになって、誰かが入りましたっつって。皆さんこんばんは。こんばんは。山内さんのライブへようこそ。ケンタロウのライブを見てる方なら分かってますかと、分かってると思いますけど、これね、僕ん家は実家なんですよ。そう、ケンタロウん家の今山形に行って、米沢の実家で今ね、ケンタロウん家の実家で、旅行旅行してます。自分も山形に、お母さんの実家が酒田っていう山形にあるので、ケンタロウの実家が山形にあるので山形に行きたいっつって、そしたら山形が、そう、ケンタロウが招待してくれて、ケンタロウの実家に招待してもらって、今日は、バーベキューしたりね、山形の実家に来て山内さんに米沢牛を振る舞おうっていう回で、もういろんな人が来て、おもてなししてもらって、これこれもさっき、ま、さっと飲んでたけど、これワイン飲んでます。これワイン、なんかスポーツ選手がね、お酒を飲むっていうのはどうかって思うかもしれないけど、タマーノオフのこのワインが素晴らしく美味しいんだよね。これちょっとわかるかな。はい、ワイン、ワインな。結構スポーツ選手はワインが好きなので、ハイボールとかワインとかめっちゃ飲むんですけど、今日はちょっとワインを飲みながら米沢牛を食べて、米沢牛、山形だって言ったら米沢牛を食べながら、ちょっと今インスタライブをやろうかなみたいな感じでやってます。そうで、見てるかな今みんな、この二人のこれどうよ。レア、レアかな、レアではないか な, ないかな。いつもいるからね、いつも一緒にいるからな。いや、とりあえずさっきも俺もやったけど、乾杯。乾杯、みんなとも乾杯な。乾杯けどな、明日も仕事やるやけど、みんなは、うん、俺らは明日オフやから。東北でさ、山形のさ、宇前小松駅っていうところの駅の前に、徒歩多分1分圏内かな、フェイストゥフェイスっていうあのカフェ&バーがやってるんですよ。山内さんのフォ、インスタで言わせてもらうんですけど、僕のじゃなくて、ケンタロウの友達よね。そう、僕の同級生がやってるところで、ものすごく有名な、今山形で有名になってるところがあるんですけど、山内さんのそのすごいフォロワーが多いところで、ケンタロウとかはな、そんなとこで登場していいんですか。どうぞどうぞ。ありがとうございます。ケンタロウの友達、ありがとうございます。この人がちょっとね、今ね、山形のあのフェイスフェイスっていう場所があるんですけど、宇前小松駅って調べてくれたら分かると思うんですけど、ね、はい、そこのね、あの駅前でやってるんですよ、カフェを。なんか古民家カフェみたいな感じで、レトロな感じの、あのいろんな融通が企業のカフェをやってる場所があって、そこで、まあ、ケンタロウとはね、焼酎とつながり、そう、ずっと昔からつながりがある、大学行ってからもそうですけどね、そう、ある場所で、今山形に帰ってきた時には毎回会うような同級生の場所なんですけど、すごくあのレトロなカフェを、山形では最近できて有名になった場所なんですけど、そこで最近ちょっとずっとやってる面白い有名な場所があるんで、ぜひ行ってください。チェックしてみてください。じゃあケンタロウさん飲んでください。ありがとうございます。ちょっとね、オリンピックお疲れ様でした。ありがとうございます。チェアス。ありがとうございます。もう何人見てくれてる、9000人、9000人が今見てくれてる、うん、素晴らしい。昨日俺はあのファンクラブ内でライブ配信したけどね、うん、それでも今回はそのそんな5分10分しかしないから、うん、まあゲリラ的にちょっとすぐ、そうそうそう、まあやってみようという感じで、ファンの皆様がなんか何が喜んでいただけるかなっていう感じで、ちょっとコメント返すのもファンクラブ内のライブ配信でしかあんまり返せないけど、うん、今回はあんまり読み上げられないけど、そうだね、山内さんのファンクラブに入っていただけると、多分そうやっていろいろあのいろんなコメントとか読み上げたりとかできると思うので、ね、ぜひまた見てください。で、明日ケンタロウがファンクラブ内で配信するので、明日か明後日かし明後日ね、その3つ
クソアバウトだマジで。いや僕結構なんか結構アバウトなので、ちょっと3日間に分けてちょっとね3日間の間でやりますよっていうので、多分僕のその入りにきいよお前ファンからしたら。いや違う違う、ケンタロウのね、ケンタロウの俺も気に入ったんですけど、山内さんどこの方言なんですか、ね、今コメントでどこの方言ですかって来たんですけど。山内さんね、俺だったら多分鹿児島と宮崎行ってきたから、いや多分ね今ね引きつられてそれで帰って、ね、それで帰ってきてる。だから今宮崎の方言が多分強いと思う。鹿児島か知らない。訛りが みんな訛りがすごいっていう。今ね多分山内さんはね九州の訛りがすごいと思う。ぐっちゃぐちゃでも九州の人が来たら、うん、気持ち悪いって思ってるかもしれない。であと山あと山形の多分方言もちょっと入ってるな。今うちの母親がすごく訛るから多分その方言が入ってる。ケンタロウともつながりがありますからね。そう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 、山形か彼の出身のお母さんの出身も山形なんで、おかんが酒田山形出身だから、そう山形にルーツあるから、それでケンタロウの家に来た。いやすげえ面白いけど山内さんのファンクラブにもぜひ入っていただいて、山内さんのファンクラブに結構僕出没するんで、まあ僕じゃ弱いなって思う人でももしかしたら僕じゃない人も出るかもしれないし、でもねちょっとは僕はレアな感じで、少しは、うん、もうちょっとはレアだから、ちょっとはレアだから、そこでちょっとね、やって、もし楽しんでいただける人がいれば、嬉しいなって思うし、やっぱりね、少しでもなんかそうやってね、なんかみんなが楽しめるような環境が作れればいいなぁと思いながら、なんかバレーボールのそのオリンピックの熱を消さないように、今こうやっていろんなファンの方が見てくださっていて、でみんなそのファンがねバレーボールを楽しめるような環境が、こうやったちっちゃい自分個人のライブでもね僕たちと会えるような場所を作っていければいいなっていうさっき話をしてたので、その中でちょっと小出しに、ちょっとちょっと小出しにしていければなと思うので、でも前だから今年とか来年とか今までより、うん、もうだって俺もケンタロウもさ代表はさ、そう引退するっていう、そうそうそう引退するっていうかさ、まあここ数年は離れるみたいな感じでさ、そうそうそう、まあ濁してますけどね、濁しててちょっと分かんないけど、もうだから今年のパリオリンピックで、最後っていう気持ちでいた、最後になってもいいっていう気持ち、もう代表引退でもいいみたいな感じの気持ち、ここで出し切るっていう気持ちでやってたから、よりなんかじゃなかったらあんなプレーできないですからね、大胆なプレーは。そうそうだからそうだからちょっとそこは皆さんにちょっと踏まえてもらいつつ、来年とかだからまあケンタロウ、俺のプレーとか、まあ、見てもらってる応援してもらってる人は見れないかもしれないから、うん、よりファンの皆さんとこうやって SNS とか、うん、おのおののファンクラブで、ファンクラブでしか見れない皆さんとね、とかね、そうそう、皆さんとこうやって交流を持って行きたいなっていう、少しでも僕たちと触れ合う機会が、皆さんに見ていただける機会が増えれば、僕たちも選手として嬉しい限りなので、ぜひ今はこのシャッターがあって見れないと思うけど、これは本当に山形の大草原がもう広がってて、すごい綺麗なこの山形のねこの自然を見せられるんですけど、だけどちょっとうちの父親、僕の親父にちょっと NG が出たので、こんな風に今シャッターを閉ざしている状況なんですけど、ぜひ後日明日にはだってさインスタグラムで SNS のそう写真を投稿するから、投稿する、山形らしい、そう山形っぽいみたいな、分かんないけど、ね、うん、バカにしてる、まあまあそれもあるけど、その山形っぽいような写真を、半分はな、山形っぽい写真を載せるので楽しみにしていただければなと思うし、もしかしたら明日か明後日か、しあさってか、はっきりしろよな、4日後か、わかんないけど、僕の方で、まあ明日だったら最高だよね、山内さんがまだ明日も僕と一緒に、明日だったら、ケンタロウのファンクラブ、そう、温泉旅行行くんですよ、明日、そう、山形の温泉旅行に家族で全員で行くので、その時にライブしたりとかするし、で、まあ明後日だったら僕一人だけど、いや、明日から、明日しろよ、お前、ファンクラブの、ファンクラブ入ってくれるかもしれないじゃん。ファンクラブ入ってもらって嬉しいけどね、だけど俺ファンクラブのライブの仕方が分かんないから今今日こうやってインスタやってるんですよね。そうだから高いよ。そう、まあ、難しくて分かんなくてちょっと今迷ってるからインスタのこうやってるんですけど、明日しようかな、運営の人に明日教えてもらって、明日の夜、うん、夜で、夜は夜、うん、夜は夜でも時間分からん、時間分かったら告知するけど、皆さん分かってくれたかな、分かってくれたかな、ちょっとごめんそれだけ、
なんかこういう感じで適当にライブをしました。ケンタロウの PR、 ケンタロウのファンクラブの PR で、山内さんのさ、山内さんの方言がわからないっていうずっと言ってる人いるよ。うん、わからん、俺もわからん、いろいろぐちゃぐちゃだよ多分。うん、鹿児島の方言が多分ですよ。わかんない、やっぱわかんない、わかんないよ。でも、似てますよね、山形。いやいや、え、ほんと、うん、でも、なんとかだべ、なんとかだべ、みたいな似てる、似てる、わかんないよ。だからちょっと、またちょっとやろうかなと思うし、ケンタロウのファンクラブで会う人はまた明日かもね。またなんか僕のファンクラブで明日ライブする、はい、すると思うからやると思うし、そう、今インスタライブしてんのか、とりあえずみんな今ね、インスタライブとかお前俺のファンクラブのライブ配信もっと柔らかいから、ね、とこれしつこいね、しつこいしつこい、ね、なんかそれでちょっとケンタロウより山形弁だよ、しつこい、もうだからちょっと山形弁でなんか伝えた方がいいんじゃない、うん、しかもちゃんとなんか都会人ぶってる、俺のあれなのに、お前の顔ちゃんとあの 山形、俺の顔でかいしって何、いやでかい、もともとしかないもともとでかいの、俺がメインじゃないじゃん、お前がメインだよ、ずっと俺のターンみたいな、お前そんな気にする、もうそんな気にする人じゃないじゃん、ね、俺のインスタは、まあ、いやうるせえな。だからそんな感じでちょっとあの今日はあの告知的な感じと、あとは山形にいますよっていう報告と、あとは山形のぜひあのもうダメ、もうすぐ、あ、もうあれだよ、インスタライブ切らないと、もうそれじゃないとあれだよ、何ファンクラブの人が、え、私たちファンクラブ入ってんのに、うん、こんだけライブ配信されると、うん、ファンクラブ入ってる意味ないじゃん、ライブ配信楽しみにしてる意味ないじゃんってなるから、もう切る切る切る、じゃあそういうことで、またあのお正しなでいいですか、あのお正しなってことで、あのファン、でもこれ以上だからライブ配信見たい人はどっちかのファンクラブ入って、お正しなって言ってもらっていいですか、お正しなって、お正しな、お正しな、お正しな、フェイス2フェイス来てください、調べてください、ありがとうございました、バイビー、お正しな。